グアラニー人、グアラニー族とは、アメリカ州の先住民族の一つで、主に、パラナ川からパラグアイ川にかけてのラプラタ地域と、ブラジルに住んでいたが、純粋な民族としては、非常に人口が少なくなっており、グアラニー語を話せるものの多くはメスティーソになっている。民芸品を売るグアラニーの女性植民地時代の、ブラジルの農業は、もともと、 ポルトガル人が農耕に向いた民族ではなかったこともあり、征服したグアラニー族の農業を通婚したポルトガル人の子孫がそのまま受け継ぐという形になった。ブラジルではポルトガル人と結婚したグアラニー人の母を通して息子にグアラニー文化が伝承された。南米南部一帯に広がるマテ茶を飲む習慣もグアラニー族由来のものであることを考えると グアラニー文化の影響力の強さには驚かざるを得ない。南米南部の地名には、ウルグアイ側やパラグアイ側など、グアラニー語起源の言葉が多い。ガウチョも元は、グアラニー語で、孤児や放浪者を意味する言葉だったという説がある。もともとが農耕民だったため、ラプラタ地域のジャルア族のような攻撃的な、インディオとは違って、スペイン人。 ポルトガル人が来航した直後から同盟が進み、それに伴って、スペイン植民地では主に、パラグアイで、ポルトガル植民地ではブラジルで通婚、婚結が進んだ。こうして、ヨーロッパ人と同盟した、グアラニー族は、敵対部族を共同で攻撃した。グアラニー族の特徴の一つとして、トゥピ族の一部のようにこの世に楽園が存在すると、 信じ、宗教的指導者として、有力な存在であるシャーマンの導きにより、楽園を目指すための旅に出る場合があるという点が、挙げられる。グアラニー族は、呪術師による世界の終末が迫りつつあるという予言を、信じ、白人たちの手を逃れるとともに病気も死も存在しない、最悪なき国、不死の国、または、 アシキことなき国を目指して1 0 0 0トル以上もの移住の旅を行うこともあったが、その証拠は古いものでは16世紀中頃にまで遡る。行き先である楽園のありかは時にはブラジルを口、またある時には遥か海の彼方にすら求められたりした。1912年に人類学者クルト・ニム・エンダ・ジュはアパポク・バー・グアラニー族の移住に同行したが、 これは1800年頃から行われていた移住の旅のうちの最後のものであり、間もなくアパポクバー・グアラニー族が保護地域の一つに留め置かれることとなったために、頓挫してしまったものの、それまでの間に、彼らはマトグロッソからブラジル大西洋岸までの大移動を果たしている。シパレティは、こうした終末感情について、イエズス会の影響により引き起こされたものとする見方を、 取り上げてはいるものの、彼女自身や、ミルチャエリアーでは、こうした見解には、否定的で、エリアーではむしろ、グアラニー族にとって、根源的なものであったと見ている。かつてのグアラニー族の直系の子孫は、カヨバ、ムブヤ、ニアンデーバの三部族であるが、2013年以前の段階で、パラグアイ、ブラジル、アルゼンチン三カ国の国境地帯に2万の2万2000人が、 クラスのみである。ブラジルのサンパウロを根拠地とするバンデランテスと呼ばれた奴隷商人がグアラニー族を捕らえて奴隷にし、ブラジルで奴隷労働をさせるということがしばしば起きた。そこでスペインは偏境の地パラグアイを防衛するためイエズス会のミッションを送り込んだ。伝道団はグアラニー族にカトリックを伝え、さらには時警団を組織して、 バンデーランチへの抵抗に当たらせた。グアラニー族はしばしば、バンデーランチを打ち破った。キリスト教家が進むにつれて、悪臭とされた、ひどい飲酒の習慣や食人文化もなくなってゆき、このイエズス会の派遣はうまくいったが、スペインでのイエズス会の追放により、パラグアイからもイエズス会は撤退して行った。パラグアイでは、建国時移民を禁止しており、さらに初代独裁者、 ホセガスパル・ロドリゲス・でフランシアは、クリオジョが団結して、反乱を起こすことを恐れたため、政策的に通恨を強要し、クリオジョとの根結が、さらに多くなった。現在では、このようなメスティーソは、パラグアイ人の90%を占めるまでに至り、彼らの言葉は、パラグアイの公用語の一つである。グアラニー語でグアラニー魂を表現したものが、パラグアイ文学であるとされる。 チャルワ族と共に主要なインディオであった。ブラジルに国境を接しているため、パラグアイと同じ問題でイエズスカイ道書が作られた。18世紀に入るとバンダオリエンタルをめぐるスペインとポルトガルの戦争は激しさを増した。1750年1月13日にマドリード条約が結ばれると、スペインはコロニアデルサクラメントをポルトガルから手に入れ、 代わりにそれ以外のウルグアイ側東岸地帯がポルトガル領となった。しかし、イエズスカイと強化されたグアラニー族はこれに抵抗し、1756年からスペイン軍とポルトガル軍が共同で彼らを攻撃した。戦争は主にゲンブラジルのウルグアイ側北部とパラグアイで行われたが、結果としてウルグアイにいたグアラニー族は一部を除いて、 パラグアイに撤退することになった。現在は地名と国名にその影響を残す。ブラジルのグアラニー上術のように、ポルトガル人との通婚を通して、グアラニー文化の伝承が進み、現在では先住民性イコールグアラニ性は、ポルトガル性、アフリカ性と並ぶブラジル国民の三本柱のうちの一つとなっている。南部のリオグランデドスル州や、 サンタカタリナ州やパラナ州に作られたイエズスカイ伝道書が世界遺産になっている。この国もコリエンテス州やミシオネス州にイエズスカイ伝道書がある。この名を持つ集団は二つ存在し、一方はブラジルやボリビアのチリパ族、もう一方はパラグアイのタピエテ族である。AB 木村、チポレッティ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 、エリアーデゲンン。 ルイスエトール、ルイスエトール。ありがとうございます。